実は鬼滅の刃に映画に行く、そうそう、行くドッキリをしたいと思います。電車がなんかこの上で通った。なあ、電車の音するな。最高やな。ロボママとロボママです。聞こえるよ。聞こえへんって大丈夫。はい、実はわたるくんとたけるちゃんがかなり前から鬼滅の刃の映画に行きたいってずっと言ってたんですけど、コロナで行けなくなっちゃって、10月公開にこう夏からね変更になって、やっぱすごい人やっていうのをね聞いてたから、ちょっと難しいかもなーっていう感じで今まで来てました。それで2人は行けないんかなと、行きたいのに行けないんかなと思っている状態です。で、今日は本当は習い事のある日なんですけど、ダンスに今から行くよと言って、実は鬼滅の刃に映画に、そうそう、行くドッキリをしたいと思います。習い事はない、そうそう、なるべく空いてる時間がいいなと思って、平日の空いてそうなところを選んで行ってみたいと思います。どんな反応をするんでしょうか。お楽しみに。行ってきます。ほら、おりよ。今日はちょっと場所違うけど、ダンス頑張ってね。ちょっと歩かなあかんけど、起きとうくせに寝とうふりするのやめてくれる。上着はあったけど、あ、たける上着は。よし、抱っことか言い出した。抱っこなんか無理やって、小学生抱っこされたもんな、おらへんやろ。じゃあもう歩かなあかん年になりましたよ。マジで今からダンスするのに時間ないから、なんか食べれるかもよ、ちゃんと歩いたら。あ、ない、でも電車なんか、電車がなんかこの上で通った。なあ、電車の音するな。最高やな。大丈夫、お腹やわ。家出ようとした時に急にお腹が痛くなってくるという、あのハプニングに見舞われてます。早いな、早い早い。いつものところのダンスやん。え、いや今日は違う場所やもん、ちょっと歩かなあかんから。時間はいつも通り。いや、ちょっと長いで、ちょっと長いから頑張るよ。何時間？2時間。そうやな。お腹痛いからのダンス2時間お腹痛いの治ったんやけどな。かっこいいな。近っ。ダンスある理由がないんやけど。なんで今日ダンスある曜日やろ。ダンスある曜日やけど、うん、あっちやった、行こうだ、ガチでちゃうやんな。ダンスやってはる、行くで。あ、ポケモンやって、ここ新しい映画じゃん。12月やって。12月、いや今してない、12月から。セーラームーンや、セーラームーン。プペルや、プペル。これも見に行きたいよ、お母さんな。これ分かる。ダンスまであと10分か15分しかないから。え、なんて映画まであと10分か15分。何言うとしてる。自分だけ映画行ってき、映画ね、私だけ映画行ってき。ダンスまで10分か15分しかないから、はよ食べな。これ美味しい。たけちゃん、今日も5年とダンスしてよ。なんでやって。5年と映画見てって。違うよ、5年とダンスしてって言ったの。違うし。なんでね。入り口でな、あの鬼滅の刃のやつ。なんで言うとったの、怪しかったよな。何をさっきから言うの。なんでやで。飲み物買っていくから喉乾くんちゃう。ダンスしたら喉乾くから飲み物買っていこう。映画館見よったら喉乾くからやろ。映画館見よっても喉乾かない。映画館、映画館見たからって喉は乾かない。映画見たら喉乾くかもしれんけど、ダンスしとったら喉乾くからって。それわかるやろ、このスペース。違うって、ダンスしとったら喉乾くから、いつも喉乾くやろ。映画、え、たけちゃん映画なの。ダンスやろ。お母さんも映画や。お母さんダンス、お母さん映画。
の映画よ。だってポケモンだってまだまだ今してないよ。ポケモン映画今してないよ。ポケモン映画やん。12月昔のポケモン映画やん。12月やった。昔のポケモン映画やん。よっしゃよっしゃ映画映画映画。タケルはダンスやで。映画タケルはダンスやで。映画映画なんかさ、え、何が、ダンスや。ダンスちゃうやん。なんでここなの。はい、というわけで今から鬼滅の刃の映画を見るのでいい子にしててくださいね。え、なんで見るん。見たかったやろ。うん。マッキリでした。はい、皆さん今日のドッキリはいかがだったでしょうか。バレバレやん。え、我々どこが途中まではでも着くまでは分かってなかったろ。えーって思った時、鬼滅の刃のさ、あれポスターあったとこ、ポスター一番最初見た時どこや。あれおかしいな、ダンスのところってこんなところないやろと思って。そこまでは気づかなかったやろ。そしてたけるちゃんは完全に映画館の中に入って椅子に座ってたところまで気づいてなかったやろ。あれなんで映画みたいな感じになって。いや入ってからは映画館の椅子のとこ入ってから、うん、なんで映画なんて言うのかもな。どうやった鬼滅の刃。また行きたい。また行きたい。もう一回見たい。続きが見たい。続きまた見たい。うん、上限がなんか顔されるところとか上限が出てくるところが映画になる。泣いた。え、泣いてはないけど。泣いてはない。泣いてはないけど、ちょっと泣いてない。泣いてない。ミニちょっと泣きそうやったって。ちょっと泣きそう。タキちゃんはなんか悲しかった。悲しかった。悲しかった。いやだけど泣いてはない。うん、ま、今日の映画出てきた中で誰が一番好き。ゼンチと煉獄杏寿郎と、うん、あとは猪之助。うんめっちゃおるやん。めっちゃおるやん。見たい言うとったもんな。わたるもたけるもな。面白かった。ほら、俺デブやねん。たけるちゃんは標準やで、一応。標準みたいに。身体測定で太っとうかどうかとかわかるんやけど、痩せすぎとか。真ん中やったら標準ってちょうどいいぐらい。俺ちょうどいい。ちょうどいいぐらい。俺ちょうどいい。いや、身長は低いで。身長に対して体重はちょうどいいぐらい。皆さん、これは？あたるも一緒。標準です。たけるちゃん太っとんじゃなくて、幼児体型かな。まだ抜けてないよ。でもまあ、これからどん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 変わっていく。うん？じじい。どういうこと？まあ、二人とも良かったですね。見に行けて。またね、たまに、こうやって映画見に行こうか。友達に。すごいニュースとかではめっちゃもう並んでて人数制限があってとかって10月の時点でのニュースで言ってたんですけど、全然空いとったな。普通に全然並ばんかったし、結構空いとった席もな。多分タイミングが良かったんかなって感じ。選んだ時間とかちょうどご飯時に行ったし、だってあんま行ってなかったもんな。良かったな。めっちゃ面白かった。面白かった。また見たい。俺は違う。ああ、また別の映画もまた見たいってことな。別バージョン。別バージョン。鬼滅かい結局。続きが出たらな。鬼滅の刃の続き。うん、また違うなやつが出たらな。はい、というわけで。俺寝てまいりよったで。そう。大成功。いや大成功ちゃうで。大成功。大成功ちゃうで。完全大成功。はい、というわけでこの動画少しでもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。失敗。違う。失敗。大成功。失敗。バイバイ。失敗。ノートのフォローお願いします。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。ありがとう。他の動画も見てね。